思考管理技師は日本の建設業において特定業種の技術を認定した国家資格である。技師ではなく技師である。思考管理技師の区分は1級、2級である。第1次検定は17歳以上であれば高卒、大卒、実務経験に関係なく受験できるが、1級建築思考管理技師の第2次検定の受験資格は、 大学の建築系学科卒業の場合3年以上の実務経験。建築学科以外の場合は卒業後4年6ヶ月以上の実務経験が必要である。思考管理技術検定は建設業法第27条に基づく国家試験である。建設業法の目的は建設業を営む者の資質の向上。 建設工事の受け負い契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な思考を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することであり、その目的達成の一環として、国土交通大臣は、建設工事に従事するものを対象にして、技術検定を行い、思考技術の向上を図ることとされている。 自らが思考を行う職人の技術を認定するのではなく、設計から実際の思考に至るまでの一連を管理監督する技術者が対象である。資格の性質上、実務経験を有することが不可欠な条件であり、受験資格にも実務経験が求められている。受験申請書に経験年数を記載する欄があり、人事権を持つ者の印も必要である。受験者数の減少。 離職率の増加等の問題解決に向けて、令和3年度より試験制度が改正され、各級に技師補が追加された。一次検定に合格すれば、技師補となり二次検定の受験資格は A 級となり、二次検定に合格することで、技師となれる。思考管理技術検定試験の合格者は、級及び種目の名称を関する技師の称号を称することができる。また、 一定水準以上の施行技術を有することを公的に認定されたものとなるので建設業法の中で以下のような措置が取られる。次の7種類についてそれぞれ国土交通大臣が指定した次の機関が以下の試験を行っている。それぞれ1級及び2級に区分して実施されている。ほぼ毎年1回試験が行われる。また、試験を受ける以外にも 他の資格で同等と認められることもあるが、民間の講習会は受験への勉強会であることもあり、必ずしも簡単に資格を得られない場合もあるので、注意が必要。中には、受験申請代行だけで多額の費用を取られる可能性もある。実務経験だけでア易ーに資格が得られることはないので、実施期間の要領をよく読むこと。 資格商法として似た名前の団体から勧誘されても、上記3団体以外が試験を実施することはないので、その点を理解して判断する必要がある。労働安全衛生法により、元成果受け合わせて、常時50人以上の労働者を従事させる特定。元型事業者は、統括安全衛生責任者、元型安全衛生管理者を選任し、作業場を管轄する労働基準監督署に、 報告しなければならない。資格要件は、事業上においてその事業の実施を統括管理するものであり、思考管理技師の有資格者でなくても就任できるが、思考管理技師の資格を許さない者が、常時50人以上の労働者を従事させる、事業上においてその事業の実施を統括管理することは困難で、現場代理人、主任技術者、管理技術者に選任された、所為 現場事務所長が統括安全衛生責任者として報告されるのが一般的である。統括安全衛生責任者を技術面で支援するとされる元型安全衛生管理者には、処位現場副所長が兼任するのが通常である。なお、本社及び支店や直営の労務者による建設現場においては、その人数規模によって衛生管理者、安全管理者、 安全衛生推進者を選任し、下請け工事の主任技術者である場合は、安全衛生責任者を選任する。ありがとうございます。